ほら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 。おように元気で困るの当たりが分かんない。この棒に引っかかってなんかね、どれぐらい待てばいいの分かんない。なんかもういつ合わせても嫌な気がする。ゆっくり上げたら一緒にくっついてきたけど、網で取る、網持っとく。ちょっとかかった。あ、あ、違うか。じゃなんか引きずり込んでる。うん。
もう死んじゃうじゃんな。ちょっとなんで俺が来るまで上がってくるのが映ってたのに。ちょっと死んじゃうじゃん。もう一発来るかな。待てよ。あ、置いといたままでいいよ。ほら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 。違う違う、待って待って待って、置いといていいよ。開けなくていいけど。絶対動きが違ったもんだって。ドラグ緩めた方がいい。緩めなくていいよ。え？動きが止まった？まあ、飲んでからでいいんじゃない？動くか。今食って飲み込んでおとなしくしてんじゃないか。お、ほら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 。ほら来た。飛んだな今な。ちゃんとフックしてるかな。わかんない。お、いいぞ、楽しそうだぞ。一発じゃん。今回フックも刺さりやすく入れたからな。お、ナマズ？ないよ。ないよ。ないよ。金魚取れた。なんか脱出した。お、ライギョじゃん。いいじゃん。ちょっと網持ってくるで。ちゃんと服飲んではいないんだな。もう遊ばないんだ。入っちゃうよ。いやなんか動かないね。ちょっと待って。あ、ごめん。まさか逃げるとは。いいじゃん、いいサイズじゃん。持ってない。50ぐらいじゃん。黄金のライギョではなかった。はい、ちょっと最後これ食べてくれ。あった。あ、でかいな。うん、あれフック持ってきて。あのなんだっけ、フックの俺の腕との違いだよ。いや、魚のおかげじゃね。の腕だろ、俺の釣りの腕だろ。え、俺の釣りの腕だよな。え、綺麗なライガだなこれ。傷一つないよ。服と取れる。ペンチ、取れた。綺麗なライガだな。うちで買いたいぐらいだな。え、結構でかいな。60ぐらいありそうだな。測るのなんて持ってきてないのか。うん、全然開けてくれないですけど。あれ、まあ、ライギョは肺呼吸だから。いや、汚れたら。おお、ちゃんと落ちんなよ。食べてる食べてる。